ビーナシリーズの第16戦尼崎プリンセスカップ3日目の戦いが続いています。11レースの予選特戦を迎えました。1号艇森谷美穂、2号艇中尾さやか、3号艇向田真希、4号艇本田愛、5号艇深川真奈美、6号艇西舘美里、以上6名が対戦となります。1号艇の森谷美穂が人気の中心に押されております。今日の前半カードは3着レンガラミでじわりとムードは回復。ここはシリーズ4勝目を狙っての陰線ということになってきます。2号艇の中尾さやかはこの外に構えて2コースから。今日前半カードも粘りを見せてここまで4走がいずれも3着。そして3号艇向田センター3コースの進入、外に続くのが4号艇の本田、さらに5号艇の深川が5コースの形。今日前半2着と粘りましたが、このレースはプロペラが変わっての1走ということになりました。5号艇深川真奈美、6号艇の西舘美里が6コースに構えていきます。前半レースは惜しくもレンガラミを逃しましたが、依然として足色ムードは良好でしょうか。3対3と分かれて、角1は4号艇の本田、インコースに構えたのが1号艇人気の中心の森谷美穂。スタートまでは残り10秒となります。並びは内から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタート3秒前、スタートしました。コースアウトを決めてきたのは外から4号艇、5号艇、6号艇、ダッシュ勢わずかに分がいいか。それでも先手を取るのは1号艇内から森谷、握っていくのが3号艇の向井田で、内狙って5号艇の深川、さらには2号艇、6号艇が続きます。バックステッチ入りますが、先頭は1号艇です。しっかりと押し切りました。森谷美穂。3号艇の向田が2番手を追走。3番手に5号艇の深川は、スタートは正常でした。2マーク先に回るのは1号艇の森谷。2番手から続くのが3号艇の向田。上位体系は1番、3番です。3番手の線、内を通って6号艇の西舘が浮上。外には5号艇の深川で、後方には2号艇中尾、4号艇本田が続きます。2周の1マークを先頭で回るのは1号艇の森谷、3号艇の向田、2番手を続きます。そして3番手は6号艇西舘で、上位の3艇136、5号艇深川4番手、後方には2号艇中尾、4号艇の本田が続きます。2周2マークのターンに入りまして、先頭は1号艇の森谷です。陰線を仕切って1号艇森谷が先頭、3号艇向田が2番手を続いて、3番手は6号艇の西舘、上位体系136、最終周回に入りました。外2艇は0台の刺激も見せてきましたが、インコースからこらえたのが1号艇の森谷です。そして3号艇の向田が2番手を追走、3番手は6号艇の西舘、上位体系136、4番手以降は5号艇の深川、2号艇中尾、さらに4号艇本田となっております。しっかりと高枠で人気に応えまして、再び白星モードということになりそうです。先頭は1号艇の森谷、これが一戦の2勝目、2番手3号艇向田、3番手6号艇で136、先頭1番森谷5人、2着3番向田5人、3着6番です西舘5人、5番2番5人、4番が5人。以上、尼崎第11レースでした。11レースを勝ちました森谷美穂選手にお話を伺います。お疲れ様でした。ありがとうございます。納得のいく逃げでした。いやちょっと道中がなんか変な動きしてたので、納得のいく感じではなかったですね。そうだったんですね、はい、ではレースを振り返りましょう、はい、風は吹いてはいるんですよね。そうですね、なんか強くなったり弱くなったり強弱があったので、どうかなと思ったんですけど、はい、強かったら困るので、はい、展示と同じ起こしで行きました。行きました、はい、全速では抜けたんですか。そうですね、はい、全速で行きました、うん、はい、ですので一幕のターンは先取りできる、うん、そうですね、はい、体型でしたかね、うん、はい、はい、サンゴデーが攻めてくるパターンにはなりましたが、はい、向いた感じ、いわゆる初動からその船の向き、はい、はい、そうですね、一周一マークは良かったんですけど、ね、その後の道中がなんかちぐはぐなターンというか、なんか思ってもないかかりだったり、はい、したので、はい、ちょっと、バチッとあってはなかったのかなと思います。そうだったんですね、うん、前半戦でリング2本の交換がありました、はいはいはい、これに関してはご自身の中で上積みを図った。そうですね、はい、
上積みもしたかったですし、うん、ちょっとあの体幹の部分でちょっとどうかなって思う部分もあったので、うん、はい、やってみようかなと思って、はいはい、入れたことに対しては良かったなと思ってます。あ、そうだったんですね、はい、ただ、うん、まだその体感的な部分では物足りなさもある。そうですね、うん、はい、うん、うん、まあ、プロペラ調整が合ってないのかなとも思います。わかりました、はい、なのでまたもう一レース、はい、もう一レースで、そうですね、はい、はい、しっかり合わせること、はい、というのが課題になりますね、はい、では明日のレースに向けてファンの方に一言お願いします、はい、Tシャツありがとうございます。あのこれからもいっそいっそ頑張りたいと思います。見ててください。もう早いですね、1000ウィンって書いてあります。はい、本当にあの、はい、ほやほやですね、はい、ありがとうございました。はい、ファンの方もねきっと喜んでくれてると思いますので、はい、明日も頑張ってください。はい、ありがとうございます。11レース予選特選の競争成績です。1着1番守屋美穂、2着3番向田真希、3着6番